ビビト、探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え、彼女もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。にひ。じゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね、責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか、とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原をなで、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南ってこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行こう。All right, off to the training test exam, which is over there. So we'll use this to teleport there. Oh, it's up there.Okay, I should be able to get up there. Turn this up. There we go. Don't really need that anymore.
fly. Ooh, chest. There's another one down there. It's multiple. Hold on, my adventure. The adventure of Vinny. Calls out to get these treasure chests. Not a common, but still. Awesome, man. Oh gosh. Long climb up. Very long. Actually. Okay. I wish I was able to do this easy. Just. Come on. この世界も私に答えているの。And over to the spot. あ、来たね。飛行指南は読み終わった？規則や制度も理解した？うん、その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。わあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして付録の実練習のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。え？ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かけるときに取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか？こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで、いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。Oh, we're going. でもバランスを取れただけあるね。次のテストはモンド城内でだよ。先に行ってるから早く来てね。よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。Off to Mount Zed. So where is it? Up there. と同じでルート通りにゴールまで飛んでね。
風の翼のコツが分かってきたみたいだね。じゃあ最後のテストを始めよっか。まあこのルートは一回飛んでるからな。このテストに合格したら飛行免許をあげるよ。飛行免許に向けてレッツそこの飛んでる人降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。今いいか。え、何かしたか。飛行免許を見せてくれる。免許なしか。モンド治安管理法第7条12項に従い騎士団まで来てもらおう。君には黙秘権があるが、君の言葉はすべて風が覚えている。待って、今飛行免許のテスト中なの。な、そうだったのか。このタイミングでテストとは間が悪いな。何かあったの。会長が風の翼で逃げていったと修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。会長？誰だそいつ。モンドの犯罪者だ。いつも風の翼を使って犯行に及ぶから会長の名がついた。そいつってそんなに飛ぶのが早いの。ああ、非常に早い。今回教会のとある文化財を餌におびき寄せたんだが、まんまと逃げられてね。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだが、あまりにも早くてその痕跡をたどっても追いつけないんだ。飛行のプロか。ならこのアンバーの出番だね。どこへ逃げたかわかる。最後に目撃したのは清泉町周辺だけど、もう時間が経ってるからね。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会長を捕まえてあげる。会長を捕まえたら直接発行して、じいさんには説明してあげるから。So we've got a data capture. But first, sorry, we're gonna do the world quest first before we continue on with the story quest. We've got things to do. Let's clear these eyes out. Oh gosh, they really have set up camps. Yeah! Oh, that's all that damage right there. 200? That's pretty good. I hit a crit right there, huh? I should be able to get you with that. It's one. It's a climb. There they are. Now.
chest. きちんとしまっておこう。Pretty good. Actually, is there any lock keys over here? Didn't know. The more you know. Just climb my way up here and then there I see it. Wait, this guy's just staring at it. Oh. There you go. You got it. Time to go to the other camp where they were scolded and take care of them. Oh, this should be easy. Tabi no shukaku da ne. Let's take him out. Oh, there's more. Oh god. Over here. Oh, let's get rid of you first. And we also get rid of you. Oh, damn you. Oh, you guys are not gonna. Ow. Ow! Ow! Stop juggling me! おとなしくしやがれ。逃がさないわよ。それ。逃がさないわよ。痛い。That's gonna stop me. No.Alright, now we can go talk to Cyrus and tell him the success. And then we can continue on with this story quest. A little bonus quest thrown in there for the video. There we go, we got that done. Now we can continue with our story quest, the Column Raptor. この先の清泉町に会長の手がかりがあるはずだよ。会長が盗んだものには風元素で目印がついてるから、元素四角でこの辺りを探してみよう。
石、会長か風スライムか。風スライムは飛べるからこれを踏んで。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。か、あ、えい、には素敵な食材がたくさんあるって聞いたけど、本当にすごいね。ううん、私は料理人。各地を巡って珍しい食材を探している料理人なんだ。名前はシャンリン。リーウェイ港から来たの。あなたたちは？オイラはパイモンだ。パイモン。なんだよ、なんでオイラをじっと見てるんだ。変わった生き物だね。ねえ、これ食べられる？残念、友達なら食べられないね。仲良しだね。実は私にもそういう友達がいてね、クーパーっていうの。変わった名前だな。可愛いでしょ。そうだ、よかったら狩りを手伝ってくれない？ここって獲物がたくさんいるし、どれも最高の食材なんだけど、さすがに私一人じゃ手が回らなくてね。でも取り逃がしたくないし。面倒だな。そんなこと言わないで、後で美味しいものを食べさせてあげるから。え、美味しいもの？約束だぞ。旅人はこういうの得意だからな。任せっ。気にしない気にしない。あなたの友達はもう約束してくれたよ。どんな方法でも構わないから、獣肉を持ってきてほしいの。じゃあよろしくね。元素の痕跡がないみたい。わあ、こんなにたくさん。これは焼いて、これはキノコと一緒に炒めて、あとの残りはスライムの液体と合わせてみようかな。もうオイラたちのことは目に入ってないみたいだな。あ、ごめんごめん、ついレシピのことに夢中になっちゃった。これは約束してた料理だよ、食べてみて。で、感想を聞かせて。オイラたちのこと試食係だと思ってないか。おお、これすっげえうまいぞ。どうやって作るんだ？もちろん教えてあげるよ。でもまだレシピにまとめてないから。そうだね、こうしよう。私が今から作るから、あなたたちはそれを見て覚えるの。一回見たらきっと覚えられるはずだよ。こんな複雑そうな料理、一度見たくらいじゃ覚えられないって。それに道具も調味料もないし。ん？それなら問題ないよ。鉄板は平らな岩で代用して、油はさっき取ったイノシシの油を使えば大丈夫。石でかまどを作ったら、木の枝や葉っぱで火を起こすの。砂糖はスイートフラワー、塩はこの前洞窟で岩塩をたくさん取ってきたから数日分ある。レシピを思いついたらすぐに試したくなるんだけど、毎回調理器具を持ってるわけじゃないからね。ちょっと待ってて、今すぐ準備するから。そこで何してるんだ？ここはイノシシの生息地だが、狩猟禁止区域だよ。イノシシたちが驚いたらどうするんだ。僕たち狩人は目先の利益だけを追い求めはしない。将来のこともちゃんと考えてるんだ。あ、そうだよ
ね。最適な環境だけが最高の肉を生み出す。驚いてこの場所からいなくなっちゃったらダメダメ。そんなの美食界の、いや全人類の損失だよ。ごめんね、まさかいけないことだとは思わなかったから。とにかくデュラフさんのところに謝りに行った方がいい。彼は僕たち狩人のリーダーでね、ルールに厳しいからすごく怒ってるはずだ。うん、謝りに行くべきだと思う。悪いことをしたのは私たちなんだから。ありがとう。この件が落ち着いたらまた料理を振る舞ってあげるからね。おう、安心しろ。お前が忘れてもオイラが覚えておくからな。じゃあ出発しよう。ドゥラフは清泉町にいるはずだ。お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デュラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには。ひゃー、俺たちの食用肉を広めてくれないか。え、突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな、呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか。リーウェ港で庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂、そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーゆえの人々に愛されている。観光客の間でも評判がいいんだ。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり宣伝したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら同意してくれる？それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていればどんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるの。だってそんなのつまらない料理しかできないもん。はあ、決心が固いようだな。この話は諦めよう。しかし本当に残念だ。別に断らなくてもよかったんじゃないか。オイラたちは謝りに来たんだろう。確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。うん、これいい匂い。この料理食べてみてもいいかな。ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど大丈夫かしら。
大人気だな。きっと美味しいに違いない。そうだな、なんでドゥラフはシャンリンに依頼したんだ。はあ、多分リーウェコーのような商業の中心地と比べてモンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン？うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃあ、あんたも肉料理が得意なわけだ。実は、今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして、カイエン、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた絶雲の唐辛子を合わせると低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。カイエンのしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど、焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。うわあ、喧嘩は良くない。ダメだって。そうなら料理のことは料理で解決するしかないよね。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったらその勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。問題ない、約束するよ。じゃあ食材を探してくる。おい待てよ。追いかけるしかないな。
あたりがいいかな。食材は何を使うかもう決まってるのか？もちろん決まってないよ。その当たり前でしょみたいな態度はなんだよ。これが私のスタイルなんだ。作る前から何を作るか決めていたら驚きが生まれないでしょ。だからどんな食材を探すかは決めないの。驚きのためにね。適当すぎないか？安心して、万民堂の看板料理はどれもこんな感じでできたんだから。とりあえずこの辺を散策してみよう。何か気になるものがあったら教えるから。Wow, look how far we got dragged out. And we were initially trying to solve the mystery of Raptor. Mite! Hasu no kataku ga takusan! Shikamo, dore mo shinsei!ハスの実をお肉と合わせるのはありかも。ハスこれだけあれば足りるかな。せっかくリーユエに来たから、ついでに他にも何かないか見てみよけど、味はすごく刺激的だよ。モンドの人ってあまり辛いものを食べないみたいだから、これは使えるかも。いっぱい取ろう。旅の収穫だね。まだ何かが足りない気がする。うん、ピキーンって感じが足りないね。そう言われたら確かにピキーンが足りないな。ねえ、変ブロックさんは保守的だけど、その実力は本物。きっととっておきの食材で勝負を仕掛けてくるはずだよ。勝ちたければ誰も見たことないような料理を作らないと。例えば怪獣の肉の和え物とか、精神の花の炒め物とか、キノコとスライム炒めとか。キノコとスライム炒め？少し変わってるのは認めるけど、味は最高なんだから。今度時間があったら作ってあげるね。味は保証するよ。見た目はちょっとあれだけど。あ、そういえば前に行きそびれた場所があるんだ。何かいいものが隠されてるって私の直感が言ってるの。行ってみよう。ふっせ、ふっ、やっ、
しまっておこう。スープも必要だと思う。私はここで彼を見ておくから、あなたは美味しいスープを用意してもらえないかな。ここに来る途中にヒルチャールの集落があったでしょ。そこに行けばスープを作れるはずだから。うん、用意ができたら早く戻ってきてね。しまっておこう。世界も私に答えているの？だいぶ良くなったよ。ありがとう。このスープもとても美味しかった。イノシシを追っていたら、どうも遠くまで来すぎてしまったみたいでね。しかも獲物にはそこの地下遺跡に逃げられる始末だ。仕方ないから追いかけて遺跡に入ったら、巨大な給湯時を見つけたんだよ。すごく寒くてね、逃げようと思ったら体の力が抜けてこのざまだ。巨大な給湯獣？どれくらい大きかったの？
以前その噂を聞いたことはあったが、あんなの初めて見たよ。危なそうだな。遺跡には近づかないようにしようぜ。おいしい食材の予感がする。これだよ。足りない食材はこれだ。絶対おいしいに決まってる。落ち着けって。そんなすごそうな植物本当に食べられるのか。試してみないとわからないでしょ。さあ早く出発しよう。また一人で行っちゃった。俺のことは気にするな。それより彼女を止めてくれ。危険だ。きちんとしまっておこう。そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。意外と強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな。
使ったら痛そうだな。気をつけろよ。師匠の技を喰らいなさい。食材待っててね。うわ、食材が攻撃してきた。まずは相手をおとなしくさせよう。風と共に去れ。もう逃げ道はないよ。風邪ひくなよ。早く投降。急騰中、急騰中、おいしい急騰中、急騰中。あなたが真面目すぎるんだよ。珍しい食材が手に入ったんだよ。これ以上に嬉しいことはないって。あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことないな。どこかで見たことあるような。どこだったかな。あっ、リーウェ風物詩だよこの模様。間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。そんな昔のイノシシなのか。なんで生きてるんだ。ありえるな。このイノシシの肉ってすごく美味しいから乱獲されて絶滅したんだって。本に書いてあったよ。給湯時と絶滅したイノシシ。今日はお宝を2つもゲットしちゃった。清泉町に戻ろう。
So we found an extinct species of boar. To be honest, if the boar was frozen for that long, it's probably already dead. There's no saving it, so might as well eat it. ここって清泉町なんだよな。そうだと何度も言ってるじゃないか。お前の探してる人物は誰一人として知らないがな。そんなわけない。そいつらは俺のご近所さんと友人で清泉町の住人なんだ。変だな。一体どういうことだ。なんかわかったのか。遠い昔、まさか何百年も前ってことか。そんなことありえるの。そっか、食材の鮮度を保つのと同じ原理だね。けどにわかには信じがたい。でもそれ以外に説明できそうにないよな。お前さん、名前は。